さあ今回もストーリークエストやってきておりまして、それをクリアするとね、こんな風にいろいろグライダーとかスキンのスタイル変更とかもらえるようになっていますので、皆さん一緒にクリアしていきましょう。ノーランチャンスのスナップショットクエストということで、俺はごく真っ当な一般人だ、カドソーンのセキュリティシステムに魅了されてるのさということで、一つ目のクエストがね、監視カメラに見つかる1回ですね。監視カメラはね、新しく登場した3つのロケーションにありますので、そのどこかに行ってください。そしたら大体建物の下の方、地下に行けば行くほど、監視カメラとかが金庫があったりしますので、この監視カメラにわざと見つかります。うっ、見つけてくれ。 OK、 見つかりました。見つかったら OK、 これでこのミッションクリアですね。ノーランチャンス怪しいね。なんか俺はただの一般人だとか言ってたけど、どう見ても一般人じゃないんで、ノーランチャンス結構怪しげな人物かもしれません。では次のミッション、ノーランチャンスと話す1回ですね。ノーランチャンスはこのフレンジーフィールドの左上のでっかい建物にいるみたいです。分かった、教えてやる、計画があるのさ、興味があるなら聞きに来てくれということで、何やらノーランチャンス計画があるみたいですね。なんだこれ。あー、カドソーンを研究してる感じなのかな。ちょっと話しかけてみましょう。共通の友人から、君は強奪にぴったりな人材だと聞いた、スローのことは知ってるだろう。おっと、スローのこと言ってます。標的はカドソーン、奴のセキュリティはかなり厳重だ、タレットにカメラにガードも、ガードが多いな、なんて数だ。あそこで何か重要なものを保管していることは間違いない。タレットやカメラの対処はできるか、爆発物があればいけるはずだ。ということで、何何、今からカドソーンの邸宅に忍び込むっていうこと。さあでは次のミッション、カメラとタレットを破壊する5個ですね。 EMP を使えば危険な機械を無効化できるから安全に下調べができるぞ。 EMP ってあれかな、シールド破壊の武器のことかな。まあ、とにかくカメラとタレットを破壊すればいいみたいですので、ちょっと近いリレントレスリトリートの方に向かいましょう。さあリレントレスリトリートに到着いたしました。ここで監視カメラを破壊するということで、基本的にどの建物もど真ん中から侵入して地下に行くとね、監視カメラたくさんありますので地下に入りましょう。オッケー、カメラを破壊していきます。1個、2個、3個、4個。さあそしてタレット、これですね。これ結構ね、意外と厄介なんで、しっかり破壊してしまいましょう。結構強いんだよな、これ。ボスより意外と強いかもしれない。やばい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 、オッケーオッケー、破壊しました。これで5個破壊ですね。クエストの内容的にはね、 EMP とか爆弾を使って破壊しろみたいな感じだったんですけど、普通に銃で撃ってクリアできるみたいです。さあ5個破壊したら次のミッション、ローカードのガードの近くで警戒させることなく5秒間しゃがむですね。ちょっとこっち案違いになっちゃったんで、次はエクリプスエステートの方に向かおうと思います。さあローカードいました。ローカードの近くでバレないように5秒間しゃがむ、こんな感じですね。オッケー、1秒。近くてどんくらい近くだ？あ、バレるバレる。4秒。5秒、オッケー、クリアです。ちょっとね、ゲーム開始から時間経っちゃうとね、ローカード全部倒されちゃって、あんまりいない可能性もありますけど、まあ、こんな風にローカード、あいつの近くでね、見つからないようにしゃがんでください。見つかったらダメみたいですので、まあね、建物とかの後ろに隠れて、見つからないように5秒間しゃがんでおいたら、クリアできると思います。オッケー、では次のクエスト、金庫とホロ宝箱を開ける3個ですね。このクエスト、ホロ宝箱とか開けるたびに鍵が必要なんですけど、ノーランがね、ここ、キーが必要なら、いくつか売ってやれるぞって言ってるんですよね。ということでノーランに話しかけに行きましょう。はい、ノーランチャンスね、鍵を100ゴールド100インゴットで売ってくれます。お金ある人はね、鍵を探すよりノーランから買った方が圧倒的に早いんじゃないかな。 あとね、ワンチャンね、現実拡張で鍵が2個出る場合がありますので、現実拡張もね、しっかりと回して鍵2個もらえないか試してみてください。さあではノーランに話しかけて、ホロ宝箱、3個開けないといけないんで、3個もう買っちゃいましょうね。どうしようか。そしたら近くだったらね、ホロ宝箱、このガソリンスタンド、そしてあとこの辺かな、この辺にあるはずですので、ここ回ってみましょう。あ、これ1箇所で3個開ければいいやん。1、はい、2、はい、3、 OK。 これでクリアじゃないかな。 OK、 クリアですね。楽勝楽勝、めっちゃ楽勝ですね、このやり方。ノーランに話しかけて鍵を3つ売ってもらって、近くのガソリンスタンド、ここ右上にあるね、ノーランから右上にあるこのガソリンスタンドに行って、ここでね、ホロ宝箱をこんな風に3つ開ければすぐさまクリアになりますので、皆さんもやってみてください。そしたら次のクエスト、ハイストバッグを開ける3個ですね。この強奪を成功させるには、隠しておいたものが全部必要になる。あ、ハイストバッグってこいつが隠しておいたって感じなの。さあそしたら新しいロケーション、どこでもいいので3箇所どっかの新しいロケーションに行ってもらって、ハイストバッグこれですね、これこれ。
これめっちゃアイテムがたくさん入ってるやつ。これを3個開けるということです。さあ、これで2個目になりますね。はい、これで最後3個目です。オッケー。このね、新しいロケーション3箇所に行けば、たくさんこのバッグ落ちてますので、それを開けまくってクリアしてください。では、次のミッション。アントニアと話す。1回、アントニア、どこいる？アントニア。ノーランは計画を立てるのが上手いと思ってるけど、私の計画の方が優秀よ。それにもっと楽しい。なんだ？アントニア、アントニアもフレンジーフィールドにいるの？どういうこと？まあ、とりあえず、アントニア、ここフレンジーフィールド、同じ場所にいるみたいなので、行ってみましょうか。はい、フレンジーフィールドが案違いだったんで、次の街に来ております。ということで、フレンジーフィールドのまたこのでっかい建物に行きましょう。いるのかな？なんでなんで？あ、2人いる。気づかんかった。さっき気づかんかった。2人いるんだ。なんだ、仲いいな、お前ら。さあ、ということで、アントニアと話してみましょう。ノーランと私はパートナーよ。共同志望者。良いコンビ。いや、以前はそうだったって言うべきかしら。今仲良くないんだ。前の仕事の時、あいつはドライバーと一緒に逃げ出して、バッグを持つ私を置き去りにしたのよ。おいおい、ひでえやつだな。私は逃げ切った。いつもみたいに。でもあいつは決して謝らなかった。だから、あいつからこの仕事を奪ってやるのよ。おお、喧嘩してますね。一緒にやらない？今日一緒にやりましょうか。じゃあ次のクエスト。サイレンサー付きの武器で敵を撃破する3人ですね。こういうクエストって意外とこの人がサイレンス付きの武器売ってたりするんだよな。ほら、売ってた。じゃあこれを買いましょうか。これで探す手間が省けましたよ。敵を撃破するか。当たったらあれだ、プレイヤーじゃなくていいっすね。プレイヤーじゃなくていいのは楽だな。痛い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 。オッケー。まず一人ノックダウン。痛い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 。止まれ止まれ。オッケー。さあ、あと一人。オッケー。これでこのミッションクリアです。こんな風にまあサイレンサー付きのピストルかスナイパーライフルかな、どっちか。好きな方、まあ好きな方っていうか、アントニー誰だっけ、アントニオ誰だっけ、アントニアに話しかけて、このサイレンサー付きのスナイパーライフル使うのが一番手っ取り早いんじゃないかなとは思います。では次のミッション。ソーンストロングホールドでディーラーか角ソーンにダメージを与える。100ダメージですね。これは多分、ソーンストロングホールドって、まあ、この3箇所のどこかで、ボスに単純にダメージを与えるだけでいいのかな？さあ、そしたら基本的にボスはね、建物真ん中から入って、下に降りていく。それが一番ね、ボスに行きやすいと思います。はい、真ん中から入って、下に降りていきましょう。さあ、そしたらね、ボス、ディーラーか角ソーンにダメージ与えるっていうことで、ディーラーアイスですね。ディーラーにダメージを与えていきましょう。オラ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 。何の武器でも多分いいと思います。ボスに100ダメージを与えるだけですね。はい、これでこのミッションクリアです。そしたら次のミッション。レーザーアラームに守られた通路を通り抜ける。赤いですね。レーザーアラームってあれかな、赤い赤外線の通路のところのことかな。だいたいボスがいるところの近くにあるはずだけどな。どこだどこだどこだ。あ、ありましたありました。ね、場所ね、例えば今ね、こっちのマップ右上のこの基地だと、ミシック武器がある金庫の右後ろのところにこの通路ありますね。で、これを通り抜けるか、通り抜けるなんで、ちょっと待とうか一回。変わった瞬間に行った方がね、確実ですね。 OK。 これ赤い線に当たらないように、これをくぐり抜けてください。 OK。 これでこのミッションクリアです。で、次のミッションが1回の街でソーンストロングホールドで宝箱を開ける。ソーンストロングホールドっていうのがこの新しいロケーション3つのことですね。なので、ここで宝箱を4個開ける。1回の街で4個開けないといけません。まず1個。さあ、これで2つ目。多分ね、開けないといけないんで、こうやって壊してね、開けちゃうとね、カウントされないんで注意してくださいね。はい、3つ目。これもカウントされるんかな、宝箱じゃないけど。あ、カウントされない。ハイストバッグはカウントされませんね。ちゃんと宝箱を開けないといけないみたいです。はい、3個目。さあ、そしたらこれで最後4個目になりますね。 OK。 これでこのミッションクリアでーす。では次のミッション、何？保管庫の中でスキャナーを展開する。1回ですね。スローンが求めてる ものはあの保管庫にある確証が欲しいわね。保管庫の中でスキャナーを展開する、どういうことだろう。ちょっととりあえず保管庫開けましょうか。広くてわからない。もうとりあえずね、一回外に出て建物の真ん中から下に行くみたいな感じで覚えるといいと思います。さっきボス倒したんで、この辺にカードが落ちてるはず。カードありましたね。カード手に入れて、はい、このカードを使って保管庫を開けましょう。で、どうするんだろうね。保管庫の中でスキャナーを展開するってどういうことだろう。ミシック武器を集めてセキュリティに引っかかれていることなのかな。あ、これかこれか。あ、これですね。インタラクトするやつが出てきました。多分このクエスト中はこれがあるみたいです。クエスト中じゃないとね、ないみたいなんですけど、これをインタラクトしましょう。 OK。 スキャナー、なるほどなるほど。保管庫の中に一体何が隠されているのかをスキャンすると。これさ、オーシャンの底の足チャグチャグそんな強くないと思うけどね。どうだろう。じゃあ俺は時間のショットいただきましょうか。これがカイメラの光線銃の強さだ。おりゃー。さあ、ではノーランチャンスのところが案違いだったので、次の街に来ております。ノーランチャンス、さっきの場所ですね。フレンジーフィールドの小屋のところにいます。
何何？アントニアと話したのか？そうだな。何を話したか教えてくれるなら手を貸そうということで、どうやらノーランさん、本当はアントニアに謝りたいけど、なんかちょっと自分から話せない、謝れないみたいな変なプライドがあるんじゃないか。恥ずかしい男だ。ちゃんと目を見て謝ってこい。ということで、それでアントニアが言ってた仕事だが、でかい山だぞ。角の最も厳重に警備されている保管庫にスローンが欲しがっているものがある。あ、これタイムマシンのことかな。成し遂げるには最高の中の最高の腕前を備えたクルーが必要だ。でも俺は良い人間関係を築いてきたとは言えない。もし君のような人材をもっと勧誘できないのならば、めちゃくちゃ腰を低くて電話をしなくちゃならないな。オッケー。そしたら、最後のクエストですね。ノーランチャンスと話して雇うということで、雇う。ここで雇えるようになってますので、雇いましょう。雇ったら、なんか、新たなクエストが出てきました。それで彼女は怒った感じって聞いてる。やっぱりこいつ、自分で謝れないだけのチキン男じゃねえか。では、最後のクエスト。おなじみのメンツに声をかけて、強奪のクルーを集める3人ですね。あ、この3人の NPC に話しかけて、仲間にしていかないといけないみたいです。この島で人材が見つからないのならば、まだ怒っているであろう。昔の仲間に連絡しなければならないな。こいつ、アントニア以外にも、他の仲間も見捨てて帰ったんか。ということで、じゃあ、ちょっと3人に話しかけに行きましょうか。さあ、そしたらここですね。エクリプスエステートのすぐ右側のこのシタデルの残骸の砦のところにいる NPC 誰だ？誰やん？いた。あ、バトルパススキンのメンバーですね。カウンテス・ダラク。私？お決まりのセリフだけど、私のことはもちろん知ってるわよね。知ってます。ひっそりとやれるタイプじゃないの。目を引いてしまうのよ。かなりね、派手な人みたいですね。でも仲間になりました。オッケー。これで一人ですね。じゃあ、あと残り二人行きましょう。さあ、そしたら二人目は、ブルータルバスティオンの左下のちっちゃな砦のところですね。オッケー、二人目は誰だ？フロストアサシン。ああ、そうね。今は自分のイメージを回復しようとかなり頑張ってるの。イメージ悪いんだ。ラストネームがアサシンっていうだけで、もう本当に大変で、あ、暗殺者と勘違いされてると。でも、犯罪頑張ってね。犯罪頑張りまーす。ということで、二人目仲間にしたんで、最後の三人目は、スチーミースプリングスの左の方にいるみたいですね。じゃあ、そちらに向かいましょうか。おお、三人目、エージェントピーリーやん。マジで？エージェントピーリー激アツです。では、話しかけましょう。エージェントピーリーは顔をしかめて頭を横に振ってる。あ、まだ怒ってるんじゃないか、エージェントピーリー。君が彼の正体をバラしてしまったことにがっかりしている様子だ。え、彼の正体って何？え、誰だ？彼の正体って誰？誰のこと言ってんだこれ。え、めっちゃ意味深すぎるこのピーリーの会話。え、俺誰のバラしたっけ。さあ、ということでバトラーモードのクエストはこれで全てクリアですね。最後のピーリーが意外となんか、意味深だったな。最後にね、クリエイター制作のコンテンツで XP を獲得する2万っていうのがあるんですけど、これはね、ゲームモードの、右のところからクリエイターが作ったマップですね。これも何回かも言ってるんですけど、もうおすすめはこれです。フォートナイト学校がね、これがね、タクマンリスナーの人たちがね、いっぱい集まっていつもみんなでワイワイ遊んでる場所になってますので、考察仲間、考察友達、フォートナイト友達とか欲しい人はね、フォートナイト学校行ってエモートとかして遊んで、友達になったりフレンドになったりして一緒にゲームしたり一緒に考察して遊ぶといいと思います。2万経験値どんくらいだろう。5分か10分か15分、この学校で、遊ぶと、勝手にクリアになると思います。よかったらやってみてください。下のコメント欄にも一応島コード貼っておきますので、それコピーして貼り付けてもいいです。一応島のコードは84402203-4683となっております。毎日ね、あのね、ちょっと今ね、朝方だから30人しかいないけど、夕方ぐらいになったらね、100人超えてきたり、たくさんね、遊んでくれてるみたいですので、よかったらそこでみんなでワイワイお友達を作ってください。まあもちろんね、友達と入ってそこでワイワイ遊ぶのもありじゃないかと思います。ということで、ノーランチャンスのスナップクエスト完全攻略成功です。よかったら皆さん、シーズン4のね、バトルパス買う前にアイテムショップの右下の方からクリエイターサポート TAKUMN タクマンにぜひよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。